ビリシラ・ブアドロモビリシラ・ブアドロモであるフィジーのエグゼクティブディレクターだった政治活動家であり元ジャーナリスト2001年から2015年までフィジー女性の権利運動で活動していた彼女は以前 FM96 のニュースディレクターであった2006年8月15日ブアドロモはフィジーで中絶を合法化するよう求めたブアドロモは 2006年12月5日に選出された、ライセニアがラセ首相の政府を退陣させた、軍事クーデターを強く非難した。フィジータイムズは12月12日に彼女を引用し、フィジーには1987年のクーデター以降、以前のクーデターの加害者を起訴できなかった連続した、政府の失敗によって永続化された、クーデター文化があると述べた。 フィジービレッジのニュースサービスは12月9日に軍事支援政府の閣僚職に応募することに関心のある人に参加は違法であるという強い警告を発し FWRM はクーデター後の出来事を記録していたと報告した12月20日フィジータイムズとフィジーさんは公務員の職に就いた人にブラックリストを拡張したと彼女を引用したこれらは 個人的な予定ではありません。一部公的、または政府所有の法廷、または法人化された機関の取締役会での役職を提供されています。これは違法な暫定政府の立場を受け入れることと同じですと、ブアドロモ氏は述べた。オンブズマンとフィジー人権委員会の委員長の地位を受け入れたことで、彼女はすでに12月15日に弁護士、ロドニー・アクラマンを非難していた。 フィジー村は12月11日にブアドロモを引用して12月4日に軍隊に対する彼女のキャンペーンをやめさせようとする匿名の男性から電話を受けたと述べた。12月25日に多くの報道機関がブアドロモ、彼女のパートナーであるアルシャドダウド、そして仲間の民主主義活動家イムラズイクバル、ジャクリーンコロイ、ライサデジタキ、ピーター・ワカボノボノが深夜に エリザベスバラク女王に召喚されたと報告した。兵士たちが彼らの何人かを暴行し、彼ら全員に都市の郊外まで長距離を歩かせ、家に帰る道を見つけるように命じたという主張があった。12月23日、フィジー軍の共和国の司令官、フランク・バイ・ニマラマ提督は、弁護士のイムラーナ・ナジャラルと一緒に、彼に問題を引き起こしていた新聞で、 彼の個人的な電子メールアドレスと携帯電話番号を公表されたとブアドロモを非難していた。彼女の父、セニブアドロモは、ツバの旧市長、そして彼女の母親、リクは、両方とも、ラウ諸島出身。彼女には4人の姉妹がいる。ブアドロモは、インドフィジー人のアルシャドドーと結婚している。ブアドロモはクリスチャンである。ありがとうございます。